おはよう、こんにちは、こんばんは。三度の飯よりウイレ好き。はい、どうも、こんにちは、スーチャス。どうも、こんにちは、ボクくんゲームでございます。今回もね、ウイニングレブンのね、ガチャをやっていきたいと思うんですけど、めっちゃ最初から噛んじゃったよ。今回ね、普通にガチャ引くのもね、面白くないんで、ちょっとね、あるテーマ決めてやっていきたいと思います。で、そのテーマがですね、運ですね。皆さん、運知ってますか？運、運がいい人とかよくいるじゃないですか。まあ、サッカーで言ったらね、こぼれ球のところにね、ちょうどそこいた、君運いいねみたいな、運いいとこいたねみたいな。で、その運についてね、ちょっとね、運を引き寄せる行動というのがね、あるらしいんで、まあ、あるらしいんでっていうかね、自分でちょっと調べて、運を引き寄せる行動をね、今回ガチャ6回引けるんで、全部で、6個の運を引き寄せる行動をやって、黒玉がね、出るんじゃないかと、その運を引き寄せることによって、自分に。で、必勝法ですね。だからこのガチャの必勝法というのをね、多分ですけど、仮説ですけどね、見つけたんで、今回、ガチャ、やっていこうと思います。じゃあ早速ね、その運を引き寄せる行動1個目からやっていきたいと思います。はい、1個目ですね、人に気を回すと運が巡ってくる。はい、そういうことですね。ということは、コナミさんにね、ちょっと気を回すと、僕らがいつもウイレユーザーのためにね、ガチャのね、この仕組みというかね、作ってくれてね、本当にウイニングゲームのシステム自体ありがとうございます。ということで、人に気を回すとね、来るんじゃないかと。そうですね。まあ、これね、でもね、運が溜まってるんですよ、この間にもね。はい、エンクドゥ、いや、めっちゃ早いやん。エンクドゥ、めっちゃ早いやん、こいつ。いや、こいつ、あれやない。クラブメンバー追加ですね。まあ、これまだ1回目なんでね。はい。これで溜まっていくんですよ、どんどん。はい、次。仕返しすると運は消えていく。はい、了解です。ということでね、皆さんね、ガチャ引いた後、やっぱね、当たんなかったらね、なんだよ、コナミみたいな。なんでそれ、ちょっとなんで黒出してくんないのみたいな、その言葉の仕返しというか、そういうのをやっちゃうと思うんですよね。ただやっぱそこをね、切り替えてね。いやー、これね、まあ黒出る前のね、ちょっとね、余興だと。ありがとうございますと。うん。まあ次出してくれるんでね、大丈夫ですねって感じで引いていけばね、別にね、仕返しとかそういうことはせずにね、そしたら黒が来るっていうね、そういうこともあるかと思って、でもほら、見てください。今見ました。黒がね、横に近づいたんですよ、1個。フィル・ジョーンズ・マンレッド。今ね、黒が横に近づいたんですよ。ってことはね、やっぱ運し、近寄ってんだよ、これ。絶対運近寄ってる。はい、早速、どんどん行きましょう。次、3つ目。運が逃げていく言葉、じゃ、だね。そう、じゃとだねっていう言葉はね、運が逃げていくらしいんですよ。もう行っちゃってるけどね、これ大丈夫か。今言っちゃったんだけど、まあ例えて言うとね、ポケットモンスターのね、ポケモンマスターのサトシ、ポケモンマスターを目指してるサトシがね、不思議だねを出すときね、じゃあ次はお前だ、行け、不思議だね、で、不思議だね出た後に泣き声でダネフシャーって言うんですよ。もうこの時点でね、3回もサトシね、不運な言葉を使ってるんですよ。そりゃ不思議だね、ね、バトル負けますわ。はい、ということでね、僕もよくね、じゃあ次のガチャ行きましょうとか言うんですけど、そこね、そしたら次のガチャ行きましょう。次のガチャは最強のガチャだよ。もうダネのとこだよ言うんすよね。来ますよ、これ。うん、必勝法だからね。少し雲行きが危うくなってきましたが、まあ、ただね、そういうことも言わずにもう行った方がいいんだよね、多分。モハメド・エルネニー、アーセナル。スタミナすごいね、もうこれスタミナ3つぐらいあるんじゃないかってレベルのスタミナ。まあ、まだまだ、はいはいはい。で、まだ3つ目ですよ、これ。はい、どんどん行きましょう。4つ目。運は言葉で変化する。はいを勢いよく言うらしいです。はいを勢いよく言うだって。はい。はい！大丈夫？ラッシュフォード、ちょっと待って、これ大丈夫？大丈夫かな、これ。運を引き寄せる行動。必勝法なんだけどね、多分これ。だって、ウイニングレブンっていうか、まあまあ、いろんなことにおいてね、やっぱ運って、あれじゃん、引き寄せれるはずなんですよ。この、引き寄せる行動があるってことは。まだね。まだ、そういうことが、はいはい、わかりました。次ですね。運の神様は欲を出しすぎない人が好きらしいです。ああ、
了解しました。了解しました。コナミさん、コナミさん、私めにどうか銀と白の玉をください。 0% なのは分かっていますが、私どもは黒金銀より銅玉と白玉の方が嬉しゅうございます。ああ、そういうことですね。はい、これ今5回回しましたね。僕運がねほぼマックス状態まで溜まったんですよ。でこれ6個目最後ですね。これ最後の運ね、この後発表しますよ。いきますよ。閉ざされた扉をこじ開ける人に運は向く。そういうことですか。了解しました。やっぱねこの今まで5回引いてきて、あの黒が出ないとやっぱ扉がね閉じているということですね。扉が閉じているということはね、やっぱそれをね、こじ開ける人、どんどんこう、やっぱ今もう1万 GP だけ残してやめるとかじゃなくてね、やっぱ最後までこう、諦めない気持ちというか、それが大事だってね、言ってますね。この最後の行動、僕は調べた。はい。やっぱりね、諦めない力、常にガチャを引いていく能力、これが大事なんだっていうことにね、気づかされました。ということでね、やっぱね、諦めない力をね、出したらね、黒出ると思うんでね、皆さん、最後、見届けてください。では、黒玉、ありがとうございます。今日の格言、ガチャは爆死するときは爆死する。ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらね、ツイッターの方もフォロー、チャンネル登録、コメントの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。ドラゴンクラッシュ。